どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日はですね、まさに今日歌いたい歌です。お正月、日本の名曲です。もうこれは歌い継いでいきましょう。で、このお正月という歌なんですけど、歌詞にご注目ください。もういくつ寝るとお正月ですよ。ということは、お正月に歌う歌ではないんですよ、これ。年末に歌う歌ですからね。だからまさに今日まさにね、12月29日ということで、あと2、3日でも、2019でも終わりということで、このお正月、やってみましょう。それでもね、2バージョンやりますよ。最初は初心者さん向け簡単バージョン、後半はかっこいいバージョン、やります。今思いっきり歌いましょう。はい。さあ皆さん音楽を聞くだけじゃなくてやりませんか？ウクレレだったらね、どんだけ音楽が苦手というあなたにもすぐできます。今ご覧になっているガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番ごとにこのガズレレ YouTube 動画を見てるだけで、どんどん音楽できるようになっちゃいます。はい、ウクレレ簡単なんですよ。なんだけど奥も深いですからね。ぜひ始めてください。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたあらゆるジャンルの音楽が1000曲以上ウクレレ簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。いろんなジャンルあります。こういうね、昭和とかもちろんですけど、最新 J-POP からもう洋楽からハワイアンからもありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に弾けるようにしてますんで、ぜひご覧になってください。さっきのリンクのとこ行くと曲検索とかいろんな曲検索できるようになってます。あとジャンルボックスから曲探せたりするんで、お気に入りの曲どんどん音楽しちゃいましょう。さあさて今日いきますよ。お正月、いきなりやってみましょう。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。これ相当簡単アレンジしてますからね。はい、やってみます。ワン、ツー、フォー。でーん、でーん、でーでーでーましょう。早く来い来いお正月。もういくつ寝るとお正月。お正月、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。いやー、いいですね。こういう歌はですね、もうずっと歌い続けていきましょう。日本、いいですね。はい。今ね、やったのはですね、コード5つバージョンで、本当に簡単アレンジしてるんですよ。初心者さん向けに。なので、今日習った、ウクレレ、今日初めて触ったって方もできるようなアレンジになってると思いますんで、年末年始で、こう、親戚が集まった、仲間が集まったっていう時に、ちょっとこれレクチャーしてみんなでやってみてください。ね、ノートを見ながら、一緒にちょっと解説していこうと思います。今、やったシンプル簡単バージョン、これ上の段を弾いていったんですけど、この下にくるっと囲ってるのあるじゃないですか。こっちは、これからやる後半やるかっこいいバージョンのコード進行ですので、ちょっとかっこいいバージョン挑戦したい人は下の段も一緒にメモっといてください。で、ここイントロで、ここから A メロじゃねえや、1番が始まります。これ、一時停止してメモってください。動画のテロップを書いてもらっても、もちろん同じですからね。書いてみてください。ワンブロックに4回弾くということですね。はい。いいかな。これ全くコード進行一緒で2番です。歌詞が変わってきますと。
で、最後ね、早く来い来いをちょっと2回繰り返して、ちょっとエンディングっぽくしたよというのが今のガールズデーでアレンジでした。じゃあ出てくるコードをどんどん解説しましょう。はい。ここ今隠したのは、かっこいいバージョンで出てくるコード。今出てきたのはこの5つですね。C と Am と F と Dm と G7。この5つで今のシンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、まあすげえシンプルコードなんですよ。なんでこれは入門者でもなんとかこう頑張ればできるかなというコードでありました。で、なんですけど今日はね、もうかっこいいバージョンで出てくるコードも一緒に解説しちゃいます。E7 と D7 というのが出てくるんですけど、これどっちにしてもこれ全部入れても、ガズレレの中ではこれ入門コードと言われているコードですので、これいっぱいあるように見えるかもしれないですけどね、これ入門コードです。はい。これはですね、ドン！こちらのグループになります。このガズレレ必須コードっていうのはですね、ウクレレで音楽やりたい人はですね、このガズレレ必須コードという私が呼んでいるウクレレにとってめちゃくちゃ仲良しで便利で助けてくれる本当夢のようなコードのグループがあるんですよ。10個ぐらいのコードのグループです。その中の今日出てくるのはフルメンバーというかまあメンバーなんで、まずねこのガズレレ必須コードっていうのを一番最初に皆さん、覚えていただきたい。このガズレレ必須コード、10個ぐらいのコードを覚えてるだけで、もうほぼできちゃうんですよ。これが不思議なものでございまして、この今のご覧になってくれるガズレレアレンジしてる曲はね、もうほんとこのガズレレ必須コード知ってたらもうほぼ8割9割はできますということで、まず基本になるコードでございます。1個ずつ見ると簡単ですからね、10個もあるのかと思うけれども、1個ずつ見たらもう指1本で押されるコードもいっぱいあるんで、あとはね、10個を一斉に覚えようと思うとちょっとコツがいるから、私が解説してます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはこの動画を見て、気楽に楽しく頭にスッとこう覚えられるように、していってください。その中の今日はこう、だから結局、5、6、7個のコードでやります。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に行きますけど、さっきも言いましたけど、かっこいいバージョンでコードの頃、ね、動きがすごく増えますよ。こんな感じでね。ワンブロック2個ずつが増えたりとか。あと、ここではこう、F、G7、CC とか、こう、4個書いてあるってことは1個ずつ F、G7、CC って弾いてきますというのがあって、ちょっと細かいコード割りになりますんで、そこをご注目ください。あとリズムなんですけど、このシンプルな曲ではね、いろんなリズムをこう応用するのが面白いかなと思って、まず1番は8ビートのチャというリズムでやります。ほいでこれ2番はですね、もう半分お楽しみ企画でいろんなリズムごちゃ混ぜでやろうかなと思います。16ビートのチャとレゲエビートと最後はガスペジオとかいう風に、こうちょっといろんなリズムをこうミクスチャーしてリズムトレーニングとして、どうせシンプルな曲をやるんならやってしまおうということで、考えております。だって今日出てくるリズム、ここにずらーっと書きます。はい。最初は8ビートのチャ、16ビートのチャとレゲエビートと、ガスベジオ。こんな感じでやってみようと思うんですけど、皆さん、例えばね、どんな弾き方でもできるんですよ。なので、ちょっと皆さんご注目。ここのリンク先。このリンク先はですね、ガズレレのホームページの一番で、ウクレレでできるリズムのいろいろという動画で全部ね、そのいろんな弾き方を解説してるんですけど、どの弾き方でも結構できますんで、ちょっと挑戦してみたい人はこういう曲でリズム練習やってみるのがいいと思います。で、さっきのリンク先のところにそれぞれの弾き方書いてありますんで、もしがかっこいいなと思ったらその弾き方ちょっと練習してみてください。年末年始、お時間ある方、こういう時にリズムをちょっとマスターするのをおすすめいたします。それでは、かっこいいバージョンやってみようかな。コードがちょっと増えますからね、そこら辺をびっくりしないようにしてください。それではお正月かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて小輪を回して遊びましょう。
つガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートになるあたりからなんかこうガラッとこう雰囲気が変わって、ちょっとファンキーになったりなんかして、そして挙句の果てにレゲエとかになったりね、もうなんかいろいろね、このリズムだけでだいぶ曲の表情が変わるから、ほんとリズムってね、面白いですよね。で、案外このお正月をレゲエで弾くとか、斬新ですよね。だからいろんな弾き方で、いろんな曲、どんどんチャレンジしましょう。ありがとうございました。ね、もう年末ですから、お正月皆さんどのようにお過ごしでしょうか。もうね、私のおすすめは、こたつとみかんとウクレレ。これがいいと思います。あと、紅白歌合戦がありますからね。ちょっと私もちょっとチェックします。紅白歌合戦で面白かった曲やりますんで、皆さんもお楽しみにしておいてください。さあ、どんどん皆さん音楽やりましょう。2019年、このウクレレ持って日本中飛び回らせてもらってもう大感謝です。いろんなところで、YouTube でも皆さんにこう繋がれてね、本当にいい年でした。2020年もどんどん行きますよ。2020年もイベントの告知もされております。はい、ドーン !2月16日と3月15日。行きますよ。これ島村楽器さんの主催のイベントになりますので、島村楽器さん川口店と水戸店の方にちょっとお問い合わせをいただきたいんですけど、もうイベントも盛りだくさんです。これはね、私のガズレレのイベントに来たらね、もう本当にね、もう間違いなく楽しんで、ガラッと変わっちゃいます。いろんなことがぜひ、また時間ありますからちょっと、ね、検討しておいてくださいね。はい、あとはですね、2020年の頭、このガズレレ初のアプリが登場します。これアプリの件もよろしくお願いします。あともう一つ、このいつも使ってるガズのわがままウクレレ、こちらの方とかもこの辺のこと全部このガズレレ .com のホームページにご案内があります。ホームページのリンクここに貼っておきますんで、ぜひともご覧になってください。ホームページはですね、そこから YouTube 見るのもおすすめですからね、お願いいたします。楽譜の方も相変わらず絶好調でございます。リットーミュージック社から2冊の本が出ておりまして、もう4万部に迫るもう大ヒット商品になっております。皆さんもぜひご活用ください。分かりやすくて楽しくて面白い、だからこう皆さんシェアされているんだと思うんですけれども、やっぱり、ね、音楽は音を楽しむって書いてあるから、楽しむのが一番。よろしくお願いします。さあさあ、年末年始ウクレレ持ってこたつみかんで楽しみましょう。それでは皆さん、さよなら。